はい、どうも。今日は冒頭は申し上げることはございません。質問があったらどうぞ。どうぞ。日本経済新聞の森川でございます。本日発表のあった新銀行東京の中間決算についてお尋ねいたします。まず中間期の最終利益が10億円の黒字ということになりましたが、この数字について知事のご見解をお願いします。いや、それはなんていうのかな、今週の努力をしてくれているスタッフの努力の結果だと思います。まあ、この分で言ってですね、単年度黒字が出るようになればですね、これまた前から申し上げているその銀行の信用性の問題になってきますから、第二段階のですね、対外的な協力というものをね、積極的に進めることができる条件の整備になると思うので、大変結果について嬉しく思っています。でこれに関連して、記者会見で決算発表を説明された寺井社長もですね、収益源は過去に積み立てた引当金の戻り益ということで、まだお金を貸して金利で稼ぐというですね、普通の金融機関の状態には遠い状態だというお話でしたが、この金利で稼げていないという状況について知事はどう見てらっしゃいますでしょうか。それはちょっとあんまり専門的なことは私ね、大まかなことしか分かりませんからね、それについてはむしろその専門家の意見聞いてくださいよ。ただやっぱり結果としてね、要するにその食い込んでこない、その四半期続けてどうです黒字出したってことは、とっても銀行そのまま健全化に向かっている一つの証左だと思いますから、スタッフの努力に感謝しています。はい、どうぞ。のべくです。聞こえないな。朝日新聞のべくです。よろしくお願いします。新銀行の話で続く質問なんですけれども、ですね、新銀行はリスケジュールをやっていて、中小企業の例えば返済をですね、猶予して利子だけ返してくれればいいとか、返済の額を毎月の返済額を減らすという、そういうリスケジュールをかなり手広くやってまして、でその結果返済ができるようになった企業が増えたということで、これまで積み立ててきたですね、新銀行の中にある300億円ぐらいの貸し倒れ引き立て金があるんですけれども、それを20億円、利益として差し戻すことで今回10億円の黒字を。そんな小さな数字の話は俺に聞いてもわからんよ。ただリスケジュールってのは他の銀行あんまりやらないんだよ、面倒くさがって。それはやっぱり3つやってることでね、大きな銀行はね、なんか知らんけども、その勝手は公金注入されてね、いい部分になったからね、そんな面倒くさいするよりもね、だから貸し倒れ結構だっていうような形でね、非常にずさんな経営やってますよ。だけどね、そういう点ではね、その新業東京はね、立場は立場ですから、今週の努力でね、わざわざ出向いてっていろんな方でリスケジュールやってるわけで、そういう努力は本当はね、他の金融機関もやったらいいと思うんだ。だいたい大銀行だってさ、国民の税金に注入されて持ったんだから。はい、どうぞ。読売新聞の山崎です。ちょっと新業最後にもう一つだけ通年での予想をですね、先ほどは10億円の黒字という話でしたけれども、数年での予想を、13億円の黒字というふうに今回の発表を受けてですね、あくまで試算ですけれども、その通りもし3月末で、黒字化をすれば、内容はいろいろ議論があるかもしれませんけど、形上はそのまず再建計画が、前倒し達成ということになりますが、その数年での予測について知事は。いや、だから前からも言ってるようにですね、とにかく単黒を出してもらいたいと。その可能性が少しその様子に濃くなってきたということでね、感謝してますけども、これからの問題あるでしょう。それからやっぱり世の中がどういうふうに変わっていくかね、下手すると、2番底が来るんじゃないか。これはいろんな予測がありますが、普通だったら予算が執行されて、来年の秋口来るとしたらですよ。そういうことならいいけどね、そういうそのやっぱり経済全体の推移を眺めないと、にわかに安心できませんがね。新銀行東京に限らず、どこの金融機関も今、非常にいろいろ不審し苦労してますけども、経済全体がこういう状態ですからね。先行き、過去と見通しがつかないというのは現況だと思うけども。いずれにしろですね、とにかくセカンドステージに向かうためにはね、単年の黒字を出さないとですね、それは他と交渉するにしたってね、
こちらの信用の問題になりますから、そういったものを確保して次のステージに向かうことはもう好ましい、それじゃなかったら次のステージに向かえないと思いますから、そういう点で、まあ、あのスタッフがね、本当こまま、リスケなんてみんなや面倒くせてやらないんだよ、大状態のところは。だからそれやってですね、その経営健全化してとってもありがたいと思ってます。あの今お話の中でその、まあ、他先ほどあの日経さんの質問の対外的な協力とかその他との交渉って言葉の意味ですけど、それはまあ新銀行の将来的なそのなんて言うんでしょう、まあ業務提携だったり合併だったり、そういったことを指してる。そうですね、まあね、東京もいろんなね、その様子になんていうのかな、あのプロジェクトをこれから持ってますしね、あの過去の段階でもね、そういうものを見込んでね、いくつかそのオファーがありましたよ。ただまあ前に申し上げたけど、フランスとドイツの銀行潰れちゃったんでね。ただもうその他にもね、あのこれはにわかにそういうことにならんでしょうけども、例えばそのメトロの株の問題とかなんかもね、それマークしてるファンドって外国にたくさんあるわけだからね、そういったものをうまくね、つまりの活用していくってこともこれからの段階で、それに今銀行をどういうふうに活用していくか、 いろんなその多角的な努力をしなくちゃいけない、まあ、と思ってます。はい、それと別件でいいですか、あの国の方で今あの、まあ子ども手当等の話話題の中で、その地方負担って話がですね、まあ、報道ベースも含めて言えば、あの例えば今の児童手当を廃止した分のですね、企業自治体負担をやっぱり求めようじゃないかとかで、ね、子ども手当を導入する、でそういった話がいくつか出てきているんですけれども、その地方負担が生じる、要するに民主党のマニフェストの政策について、これはやっぱりちょっとね、筋が違う、大筋が違うんじゃないかと私は思いますね。その国政預かる政党がね、要するに日本をこれからもっと良くするんだと、そのために官僚支配を撤廃して云々でさあ見栄を切った、それは結構だと思う、現にそのための努力もしてるけども、しかしそのために歌い上げた公約がね、財源っていうものの要するに把握ってことになってくる難しい問題になってきたんで、そのまあマニフェストは何も美事例句とは言いませんよ、一つの理念にかなえた具体案でしょうけども、それをね実現するためにやっぱり財源の担保っていうのがいるわけでね、それがないのにですね、どうも言い出してみたらなかなかおぼつかないから、そうじゃあ地方がそれ分担しろってのは、こういう付け回しってのは基本的に、まあ、無責任というかね、意気というかね、これはどの地方自治体だってそんなものを強要しないと思いますな、これは。特に東京都はあの交付税の問題がありますんで、あの持ち出しが増える可能性もあります。かといってね、例えばそれ皆さんこれ問題してもらいたいんだけどね、福田大学で随分抵抗したしようと思ったけど、なかなか手立てないから、まあ、玉砕覚悟でね裁判やるかと思ったけども、まあ、印紙6億も貼るんじゃたまんないからね、その合わせて6000億とにかく国にかっぱられるはずだったのが、あの時国会では民主党の議員たちは反対してくれたんですよ。その民主党が政権取ったんだからね、今年は税収が減ったんでね、その第一年度の3000億額が減るんでしょうけど、それをまあその分割基準変えるためにね、東京からむしり取っていく、これはまさかやらないんでしょうな、返してもらえるんでしょうね。税制改正の時にというふうになってますんで、それができるかどうかはちょっと、ね、総理によろしくと言ってよなと。ちょっとこれが菅さんにも話したの、その話した、いやーそれは僕知りませんでしたって言ったけどね、それはね、そんな話じゃないよ。それでそれに反対した、ね、政党が政権取ったんだからね、それ誰の味方、彼の味方ってことじゃなくて、基本的に間違っても自分たち知ったことをするために財務省は勝手に法律変えたわけですからね。そんなやり口をね、許してたまるかって言って、地方主権のために許さないって言ってくれたんだから、地方主権、地方分権を首相している民主党がだね、政権取ったんでね、ああいうその、なんていうのかな、財務省の一方的なやり口、まあ、悪代官のやり方だ、ありやすると。そんなものはね、やっぱり当然、その、政治家主導の民主党政権がだね、懲らしめてもらいたいと私は思いますね。あとじゃあ次はもう一つだけいいですか。あの昨日あの知事会のですね、あの PT がその国の出先機関の廃止についてですね、うん、まあそのそれが地方に移管された場合どうなるかっていうのをこう協議して、まあ、猪瀬さんが出てる話なんですけど、うんうん、でまあその要は財源が来ないのにですね。仕事だけ降ってきたんじゃかなわないっていう意見と、だけどそれは来るものを前提にしてとにかく仕事を引き受けようじゃないかっていう意見と、まあ、双方割れてるような知事会の中でも、でこの議論について知事、まあ、ちょっとそれなかなか難しい問題でね、
そのね、鶏か卵はどっちが先かみたいな問題になると思うんですよ。それからやっぱり経済状態が今のこういう形ですからね、そのかつまた一方で、まあそうは言い切っていないけども、コンクリートより人間をということならばでね、まあ、公共事業のあるものに対する民主党政権のこう価値観っていうのはちょっと今までと違うような気がしますね。そうするとね、そのどういう仕事をその政府が主張するのか、そのどの部分をですね、我々がその要するに必要だとして受け取るのかね、そのまあ選択というかね、なんていうのかな、こう見極めと言いましょうかね、バランスというのはなかなか難しいと思うし、これからの問題だと思いますけどね。まあ地方の言い分で言えば、仕事は俺たちに任せてくれ、その代わりその金は出してくれってのことでしょう。まあ、それはそうでなかなか進まない状況にあるからね、これはなかなか難しい、非常に選択の幅の広い問題だと私は思いますけども。はい。はい、それじゃあ、どうも。